じゃあ対策と健康リスクということでお話をさせていただきたいと思いますが、裏です。報道によりますと、いわき市等では安定用素材というのがもう住民の皆さんに配られて、飲んでくださいというまで飲まないでくださいって言ったんですけど、何人かがかなりの割合かよく分かりませんけど、配られたんだから心配だから飲んじゃえということで、飲まれたということもあって、なんで南会津は配らないんだということで、不安のところもあるかもしれませんけども、安定用素材というのはどういうことかというと、先ほど言いましたように、一番初めにポンとこの中放射物質が出ると、要素の131がこう環境中に出てくるんですね。そうすると要素の131っていうのはここら辺にある甲状腺によくたまる放射性物質 の性質があります。ですのでそれを吸い込んで体の中こう血液回って甲状腺にたまる。ですから、その甲状腺が要素をためれる量って決まってるんですね。お財布だって100万も200万もないんですよね。ためれる量って決まってますので、初めにその放射性の要素じゃない普通の要素をここでいっぱいいっぱいにしておくと、後から放射性の要素が入りたいよって言っても入れないので、おしっこになって流れていっちゃうんですね。いっぺん吸い込んで体の中に入ってくるということで、安定用素材は要素にしか効きません。1番目のポーズですね。放射性物質何でも効いてるということで、インターネットでもバカ売れしてるという話も聞きますけど、魔法の薬ではなくて放射性要素にしか効かないということがまず1点目です。それから、じゃあインターネットで安定用素材が手に入らないからって要素が入ってるのは何でもいいのかということで、イソジン のうがい薬とかああいうのも要素入ってます。でもあれは濃度がものすごく少ないんですね、その安定用素材に比べて。ですので効きません。その放射性物質を防ぐということでは効きませんで、その他いろんなものが入ってますので、かえってそういうもので、毒があると。お隣の中国ではそのお塩の中に要素が含まれているということで、お塩をたくさんこう、飲んだなんていう報道もされてますけど、お塩の概念が高血圧になとかいろいろありますよね。ですから、その必要な時にきちんと、言いますので、そういったことは心配しないでくださいと。要素は多少は飛んできたかもしれないですけど、心配することはありませんということですね。それからそのいわき市の例で飲んでしまった人、配られて飲んでしまった人がいるかもしれないということですけども、飲んでもやっぱりお薬って効く時間があるんですね。これから原子力発電所がどうも本当によろしくない状態になってきた、でボンと行きそうだという時に、1日前にこう空気が漂ってくる1日前ぐらいに飲むのが一番効くんですね。それでもう来てしまっても、あ、吸っちゃったって言っても、それから2時間以内ぐらい飲んだらなんとか効きます。ですので、配られる状況が今後ないとは思いますが、あった場合には配られてもすぐ飲んではいけなくて、薬っていうのは効く時間がありますので、飲んでくださいって言われた時に飲むようにしてください。そうですね。一番下のところはその投与の基準ですけど、そこはちょっと細かくて、そういうことは多分今後起こらないと思いますので、そういう基準があるということだけ、書いておきました。それからだんだんとご心配な、一番ご心配なところかもしれませんけれども、お水と、ミルクを含んでですね、その水が赤ちゃんに粉ミルクを作る、あるいは牛乳を飲ませるということで、水と、牛乳、それからお野菜の関係ですけども、暫定寄生地という言葉で言われております。なんで暫定なのかということなんですけども、食べ物ですから食品衛生法という厚生労働省が決めている、法律なんですね。だけど厚生労働省の基準は放射線のことは書いてない、今まで書いてなかった、きちんとは書いてないですね、書いていないので、原子力安全委員会というところがこういう、原子力防災についていろいろ考えたのを横から取ってきて、厚生労働省としてきちんと考えていないというか、それを参考にしてとりあえず決めさせていただいたということなんですね。でいろいろその報道の仕方もあると思うんですけども、
急にこの3月の21日ぐらいに決めたということではなくて、ずっとあの厚生労働省さん その食品衛生法ではその原子力安全委員会が決めたこれを使いましょうということがあったんですね。今回こういう事態が起きたので自分のところの法律ではずっと書いてないので、また今回もこれを使いますということをあの、新たに言っただけで急に決めたわけではなくて、あの厚生省さんの方でも食品衛生法で、原子力安全委員会の7値を使おうということは決めてたわけですね。急に決めたということではない。ただ暫定というのはそういう意味だということをご理解いただければと思います。それであの基準を超えて、まあ、規制値ですから規制値ですよね。規制値を超えたのに食べても大丈夫ですよと飲んでも大丈夫ですよって何の基準値かというふうに思われますよね。ここがなかなかご理解がいただけなくてまたご心配の種になっている部分だと思うんですけども、この暫定規制値はもともとどういう意味合いで原子力安全委員会の方で決めたかというと、まあ、こういう事故が起きると当然ながら環境に放射性物質が出てきて、あの飲み物であるとか食べ物が放射性物質で汚れますね、汚染されます。その時にそれを食べていいかどうかというのを判断する必要がありますね。そこに書きましたように摂取制限をするかどうか国が考えましょうと、その値を超えたら考えましょうということを言ってる目安なんですね。ですから超えたとしてもすぐに危険ではなくて、そこにいっぱいいっぱい書きましたけども、それは後で読んでいただければいいんですけども、簡単に言うとその濃度の水を水だけ飲んでるわけじゃないですから一応5品目に分けてますね。セシウムのとこを読んでいただけるといいんですけども、水と牛乳と野菜と穀類お米とあとその他肉野菜卵ですね、そういう5品目に分けてそれぞれ食べるわけですよね。皆さん水だけ飲んでるお肉だけ食べるって人いませんから、こういうものをずっと食べ続けると1年間で、どうだと。1年間食べ続けてです。ですからさっきセシウム、要素のところで半減期があるって言いました。ですからその濃度のものが新たな放出がなければずっと下がっていくわけですから、今一時的なものだったわけですね。特に要素のお水というのですごくあの大きく新聞報道テレビの報道とかされましたけども一時的なものです。ですから本当であれば本来であれば1週間ぐらい様子を見てで摂取制限をかけるとかそういう判断をしていただければよかったんですけども、やはり基準値があってこれだけ皆さん心配でいますので、例えば東京都金町の浄水場というところで一瞬出ましたけども、それで摂取制限をしましたけども、それが下がったということですぐ解除をしましたですね。ですから、飲料水についてはそういったことを背景に考えていただければ1年間飲み続けてやっとそれも飲み続けて危ない量じゃないですね、国際的に見ればかなり安全なところで決めていますので、今までちょっと飲んじゃったよってそこを心配されることはないですね。1年間も飲んでないですよね。で今、実際に、超えているのは飯舘のところの、ものが超えてるだけで、あと全部あの水は、減ってきました。それからお野菜についても、最新の方ですが葉わさびですか花わさびですか、それがちょっと高いようですけど他のものもすごく落ち着いた値になってきていますので、まあきめ細かくですね、あの国なりあの農林省なり、厚生労働省さんなりがですね、出荷制限摂取制限というものを、まあ、なかなかこう1回、かけたものを、解除するというのは行政的に難しい判断があるという部分もご理解いただいて、まあ、その今後の話についてももう少し後でしたいと思いますが、そういうところがあります。それからあのこういった状況を受けて昨日おとといと、厚生労働省の方で食品安全委員会、ここに書いてありますね、食品安全委員会というものが開催されて、この暫定規制値をもう一回考えましょうということですけど、十分安全だから今のところ見直す必要はないということを言いましたけども、セシウムについては先ほどの考え方ですね、短期の要素についてはもう今何する時期ではなくて、長期のセシウムについては、十分に安全に国際的に見ても安全なところに決めてるから少し緩和をしてもいいんじゃないかということを含みを残した、答申をしましたね。ですので、これからは長期のセシウムの方が、話題になっていくんだということを、少しこう頭の中に入れておいていただければいいと思います。それで左の下いきます。
今度は屋内堆肥でございますが、まあ避難20キロ圏内が避難で、もう3キロ10キロ20キロとこう広がっていって、事故の進展ですね、思ったより少しまずいことが起こっているのかもしれないということで、はじめどんどんどんとこう広がっていきました。それで20キロから30キロのところはお家の中にいてくださいということが出ていて、場合によってはここにお集まりの中でその避難地域あるいは屋内退避の地域の方でこちらまで来られている方いらっしゃるかもしれませんが、そこら辺の意味合いを何のためこういうことをしているのか、こういう対策が取られているのかというお話をしたいと思います。まず避難というのは、近くですから当然降ってくる放射性物質の量も多い、あるいは原子力発電所が近いということで、そこにいるとですから外部被曝が多い、外から浴びる放射線が多いから、さっきの時間距離遮蔽ですね、距離を取って遠くへ逃げる、そこにいる時間をなくすとですね、短くするということで、時間と距離を稼ぐということで、その近いところからは出ましょうということですね、いてはいけない、外部被曝があるということです。でもうちょっと遠くなる20キロから30キロのところは、そこで字で書いておきましたけども、まずお家の中にいてください。それで、窓を開けたり、エアコンをかけたりしないでくださいというのは、外のその今度は汚れた空気をお家の中に入れないでくださいということですね。それからお家の中にいるということは、こういう鉄筋コンクリートの建物であれ、普通のモルタルのお家であれ、壁がございますので、その効果の程度は、コンクリートとモルタルでは違いますけれども、多少なりとも外からの放射線が遮られます、遮蔽の方ですね。その2つの効果で、外にずっと居続けるよりは放射線を浴びる量が少ないので、屋内堆肥ですね、お家の中にいてくださいということです。ですので、段階的に20キロ30キロその外というふうになっていますので、段階的にやってますので、20キロから30キロのところは、ずっとお家の中でこうやってじーっといなければいけないということではなくて、気分転換も大切です。ストレスがたまるというのが重要、場合によっては健康に問題を起こすことがあります。ですので短時間の外出は差し支えないんですけども、その時にですね、地面が汚れてますので、お子様が鬼ごっこしてバタ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 って走ると、せっかくこう地面にくっついておとなしくしている放射物質が埃で舞い上がります。あるいはボール遊びなんかするとこうボンボンボンってなって舞い上がります。ですから、気分転換をするときには、お散歩をして、親御さんと一緒にお散歩をしてとかですね、そういったところで留めておいていただくと、やっぱりこう砂ぼこりが舞い上がるっていうのが、またせっかく落ちているものが舞い上がってしまいますので、そんなところがあるかと思います。それで、30キロ圏の外は全く普通の生活をして問題ありませんというふうに書いてあります。で20キロ30キロというのも、こういう原子力防災、原子力に限らず防災の原則というのは、課題評価安全側にするんですね。このぐらいのことが起こるかもしれないというと、安全を見込んでもうちょっとここのところの範囲に、対策を打ちましょうということですから、29.5 キロと 30.5 キロと1キロしか離れてないけどどうなんやということはあまり気になさらないで、こういう段階的に安全側を持ってやっておりますということで、先ほどちょっと川又のあたりとか飯舘のあたりとか30キロちょびっと出てるところもありますけども、そういったところは、きちんとですね、左の上に降りましたので、若干線量高くなっているところは、重点的に全体をもちろんやってますけど、そこら辺は、特に慎重なモニタリングをやってございまして、とりあえず今のところはよかろうという、試算値も出ておりますので、そこら辺もご心配なさらないで、この20キロ30キロというのは現在のところ、適切な対策、避難と屋内退避の、指示の、範囲かと思っています。それでですね、幸いにここは0.08、マイクロシーベルト1時間あたりですね、1時間あたり 0.08 という数字が、時々こうずっと時系列の見てますと 0.09 というちょろっと上がったりしますけど、最近は 0.08 ということで落ち着いている感じです。
100キロちょっとこれ115キロぐらいあるんでしょうかね、原発から、まあ、距離が遠いということもその一つの原因、あるいは、そういうボンとベントがあった時に風向きのことも、栽培の原因だったというふうには思います。